さあさあ、今回もプロ野球マスコット解説、やっていくよ。今回はどこの球団のマスコットなんだ？今回のマスコットは、日本ハムファイターズのブリスキーザベアー、通称 BB だよ。と言っても、この BB は日ハムのメインマスコットを、2017年に終えているんだけど、長年やっていることも考慮しての選出となっているよ。ということで、早速解説始めていくよ。ブリスキーザベアー、通称 BB。北海道日本ハムファイターズのマスコットキャラクターだよ。2004年から2017年まで、日本ハムのメインマスコットを務め、2018年には、北海道命名150年記念事業未来大使に就任したよ。熊をモチーフとしていて、モヒカン頭が特徴だよ。背番号は212だよ。ちなみにこの背番号212は、日本ハムが本拠地を札幌ドームに移した、2004年時点での北海道の市町村総数であり、ドサンコワイド212などの、当時のローカル番組のタイトルにも使用されるなど、北海道を象徴する数字だそうだよ。自分の名前を語呂合わせで付けるマスコットもいる中で、北海道に関係する背番号を付けていたんだな。現在は平成の大合併により、2009年10月5日時点で、北海道の市町村総数は179まで減少しているが、ファンからの212を付け続けてほしい、という要望が多かったためか、背番号の変更は言っていないよ。また、12球団のマスコット随一とも言われるファンサービスの熱心さでも知られているよ。試合中や試合前後には必ずファンに対して、長時間のグリーティングを行い、他球団マスコットとも積極的にマスコット交流を行っているよ。オフシーズンやシーズン中でも、チームの遠征中などには、こまめに各地のイベントや幼稚園、保育園などを回っており、さらに2006年からは、212物語と題して、球団の北海道移転当時の212市町村を、10年かけて全て訪問するという壮大なプロジェクトを開始したよ。そして、BB のマスコット活動の最も特徴的な点として、日本ハムの公式ウェブ及び、携帯サイトで自ら手掛けている BB コラムというコーナーがあるよ。このコラムで BB はあえて、職業としてのマスコットを強く意識した視点から、マスコット論を展開しており、その斬新な視点と強いプロ意識に感銘を受け、マスコットに興味を持つようになったというファンも多いそうだよ。こういったところからファンとの交流をするのも、マスコットとファンの距離の近さが伺えるな。頭のモヒカンは通常は黒だけど、日曜日の出演時にはオレンジになるよ。また、特別な日には稀に白に、さらにはリーゼントや、アフロヘアーのバージョンで登場することもあったよ。また2006年には BB の弟、カビーザベアー、通称カビーが2軍のマスコットとして登場し、1軍マスコットと連動した、2軍専用のマスコットは球界初となったよ。また BB は2004年6月、フジテレビのバラエティ番組、トリビアの泉のコーナー、トリビアの種において、プロ野球12球団のマスコットで、最も足が速いのは誰か、を調べる企画が行われ、BB も高崎競馬場で、他9球団のマスコットとの100メートル走に出走して、ダートながら15秒級の好タイムで、他のマスコットに大差をつけ優勝したよ。ちなみに2着がハリーホーク、3着がトラッキー、4着がジャビット、5着がドアラ、6着がマー君、7着がネッピー、8着がホッシー、9着がスライリー、最下位がつば九郎の順位となっているよ。見た目がスリムなマスコットの方が機動力はあるだろうな。後ろの2人は何も言うまい。その後も、試合以外のところでもマラソンなどのイベントにも参加、北海道を中心に精力的に活動していたよ。ここからは、他のマスコットを紹介していくよ。ポリーポラリス。北海道日本ハムファイターズのマスコットキャラクターだよ。エゾリスをモチーフとしているよ。日本ハムの北海道移転10年目となる、2013年シーズンに向けて2012年オフに登場した、日本ハム球団初の女の子のマスコットだよ。BB とは幼馴染みだそうだよ。通称ポリーの出身地は北海道の森、北極星がとても美しく見える丘で、趣味は BB や森のお友達と遊ぶこと、木の実集め、星座観察、性格はおてんばで、ちょっぴりやんちゃ。そして、優しい心の持ち主だよ。長所は元気で明るいところで、短所は元気すぎて、時々いたずらをしてしまうところだそうだよ。チャームポイントは緑色の瞳、ピンと伸びた耳、ふわふわの尻尾。特技はダンス、かけっこ、早起き、お菓子作りで、好きなものはどんぐりとくるみ。将来の夢は自分のダンスで、ファンの皆さんを笑顔にすることだそうだよ。2012年11月23日に、札幌ドームで行われたファンフェスティバルで、日本ハムの北海道移転、10周年を記念した新マスコットとして発表されたよ。翌日の11月24日には、札幌市内で行われた優勝パレードに参加。2013年3月30日に、マスコット交流で訪れた西武ドームでの埼玉西武戦で、1軍公式戦デビューを果たしたよ。また、BB と共に野口観光の CM に出演しているよ。
2014年には、北海道スマイルキャラバンで道内各地のファンと交流。BB とドーレ君と共に、アーツグループの CM に出演しているよ。次はフレップ・ザ・フォックス。フレップ・ザ・フォックスは、2016年に日本ハムの新しいマスコットとして初登場したよ。そして2018年以降は、BB からメインマスコットの役割を引き継いで活動しているよ。2016年3月21日に、東京ヤクルトとのオープン戦で初登場。BB、ボリーポラリスからマスコット見習いとして紹介され、ファイターズに加入したよ。そして2017年11月26日、この日行われたファンフェスティバルで、BB が球場での活動に一区切りを打ち、翌年から北海道未来事業の未来大使として活動するのに伴い、見習いを卒業、翌シーズンからメインマスコットとしての活動が決定したよ。なおこの時、BB に手渡されたユニフォームの背番号179は、2017年時点の北海道の市町村数だよ。特徴としては、おでこの七芒星、尻尾、BB 譲りのモヒカンヘアー、特に尻尾はポリーをはじめ、トラッキー、レオ、ライナなどの他球団のマスコットからもいじられているよ。まだまだメインマスコットとしては経験は浅いかもしれないけど、今後の活躍に期待したいな。というわけで、今回はこの辺にしておこうか。次回は、横浜 DeNA ベイスターズの、DB スターマンと、横浜ベイスターズのホッシーズを紹介していくよ。キャラクターが2体なのは察してください。それでは、ご視聴ありがとうございました。